はい。皆さん、こんにちは。お疲れ様です。ひろしの時事ニュースチャンネルです。今日はですね、ヤフーニュースを見てたらですね、とんでもないニュースが飛び込んできたんですよ。これですね、新東名で事故、支援で停車した車を盗んだ疑い、男女3人を逮捕って言って、さらっと書いてあるんですけど、これ内容がひどくて、目の前ですごい事故が起きちゃったらしいんですよ。高速道路で。で、それを助けようと思って、いろいろとフォローしてた人が、そのまま事故った奴らに、車盗まれちゃうっていう、とんでもない、事件なんですよね。これ、これどこの国だよと思ったら、残念ながら日本だったんですよ。これね、後ろ走っていた男性が車から降りて安全確保のために支援をしていたところ、ね、目の前で事故ったんですよね。で、その事故った3人が、隙を見て男性の乗用車に乗り込んで、盗んで逃走したっていう、マジかよと思ったんで、もうちょっとですね、やってみようと思いました。笑い事じゃないんだけど、ひろし笑っちゃってさ、これなんですよ。しかもね、ツイッターでも、この杉浦さんっていう方が被害に遭って、目の前で事故があった。ね、危ないので発煙筒を機に、ね、事故った若者3人組にハイエース取って逃げられた、ね、新東名高速下り 149km、誰か捕獲してくれーっつって、いう感じでもうとんでもないことになってるんで、それがですね、無事に逮捕されたというニュースですね。これちょっとツイッターまた読んでいきますので、よろしくお願いいたします。ということで、まずニュースを読んでいきたいと思います。はい。静岡県島田市の新東名高速道路で事故を起こした乗用車の安全確保のため停車した別の車を盗んで逃げたとして男女3人が逮捕されました。ね、よかったですね、逮捕されてね。事故を起こした乗用車は盗難車として届けが出されていて、警察は3人が盗みの発覚を恐れ、逃げたとみて調べていますということですな。そうなんだ。なるほど。事故を起こした乗用車は盗難車だったんだね。もう車を盗むのはお手の物っていうわけだ。逮捕されたのは住所不定で自称、塗装工の伊藤康富容疑者41歳と、住所や氏名が不詳の30代の男。住所が不詳なのはわかんないけど、氏名が不詳って何なんだってね。それに兵庫県神戸市の無職。これね、最初読めなかったんだよね。これね、京藤真也容疑者29歳ですということでね。京藤真也ってすごい名前だよね。すごい名前って言った人失礼かな。ちょっと今風ですなぁ、みたいな感じがします。はい。警察によりますと、14日午前3時過ぎ、島田市の新東名高速道路で3人が乗る乗用車が大型トラックに追突し、車は大きく壊れて追い越し車線に止まりました。ね、すっごい事故だったらしいんだよね。ドガシャーンみたいな感じで、後でツイッター見ておきますけどね。で、この後、後ろを走っていた男性が車から降りて安全確保のための支援をしていたところ、3人が隙を見て男性の乗車に乗り込んで盗み、逃走したということですと、もうこれやばすぎだろ。マジかよとかで、もう、王をあだで返すのはまさにこのことだよね。で、警察が行方を探していたところ、島田市と掛川市で不審な3人を見つけ、窃盗の疑いで逮捕しましたと。いやー、よかったよかった、みたいな感じですね。はい。警察はいずれも容疑を認めているかどうか明らかにしていません。あ、まだ明らかにしてないんだ。なんでだろうね。いろいろ黙秘じゃないけど、変なこと言ってるんですかね。何なんだろうね。捜査関係者によりますと、事故を起こした乗用車は、盗難車として警察に届けが出されていたもので、警察は3人が車の窃盗の発覚を恐れて逃走したとみて、詳しい状況を調べていますということで、本当に車を盗んで、高速道路走ってたら事故っちゃって、その発覚を盗むために、さらに、ね、手伝ってくれた人の車を盗んで、それで走り出したってことですね。すごいね。盗んだバイクで走り出すとこの騒ぎじゃねえぞ、これ。被害者の男性は、乗用車を盗まれた大阪、高槻市の、杉村慎吾さんから45歳が取材に応じましたと。はい。杉村さんは大阪でバイク店を経営しており、選手がレースで使うオートバイを乗せて大阪に向かっていたということです。あ、そうなんだ。やばいね。じゃあ、いいバイクがいっぱい入ってたんですね。杉村さんによりますと、14日午前3時過ぎ、静岡県島田市の新東名高速道路の下り線で追い越し車線を走っていたところ、前方で乗用車が大型トラックに追突する事故を目撃しました。すげえな、これな。このため、運転していた乗用車を、走行車線に停止させ、後ろにコーン標識を立てた上で、事故を起こした車の男女3人に対し、こちらが安全なので、渡ってきてくださいなどと声をかけたということです。めちゃくちゃいい人じゃん、この人。ね、この時、女は足を引きずり、若い男は出血していたと言います。やば、大事故だぞ、これ。で、この後、発煙筒を焚くなどして安全確保をしようと対応していたところ、3人が杉村さんの車に勝手に乗り込み、そのまま走り去ったということです。ひどすぎだろ、これ。もう、理不尽にも程があるぞ。笑っちゃいけないんだけどね、もう笑っちゃうよ、これ。ひどすぎる。この人めちゃめちゃいい人じゃん。ね、もう後ろコーン標識だでさ、こっちが安全なので渡ってきてくださいとかさ、いろんなことやってさ、普通だったらさ、もう見て見ぬふりするのが多いわけじゃないですか、今の時代ね。もう面倒ごとにかかってらんねえわ、つって。いやね、発煙筒オタクなどして安全確保して対応していた後、3人が杉村さんの車に勝手に乗り込み、そのまま走り去ったということです。もうこれひどすぎるぞ、これ。なんだ、ラリってたのかもね。薬とか、なんかわかんないけど、なんかやって。で、しかも車も盗難車だし、このまま捕まるわけにはいかないと思って、普通こんな感覚でこんなことできないって、ね、あかん、事故ってもうた、あ、せや、助けに来てくれた人の車盗んだろの精神ですから、もうやばいですよ、これ、本当に。で、杉村さんはツイッターで目の前で事故があり、危ないので発煙筒を沖に出したら、事故を起こした3人組にハイエースを取って逃げられた、誰か捕獲してくれなどと書き込みに情報提供を呼びかけました。あ、まあ、これですよね。これですよね。はい。後でちょっと見ていきますからね。はい。3人組が乗っていたとみられる白い乗用車の画像も投稿し、画像では乗用車は助手席のドアがえぐれたように壊れていて、トンネル内の道路脇に停車していましたということで、これがまあ事故の車だ。やばいじゃん、これ。おこれなんか死亡事故起きててもおかしくないぐらいの状態ですよね。確かにね。そうかそうか。これが、盗んだ車だったんですね。まあ、盗まれた方はたまんないですけどね、これね。うん。で、杉村さんの一連のツイートは2万回以上転載され、多くの人が情報提供に協力しようとしたことが伺えます。うんうん。で、杉村さんは、3人は目を離した隙に、ものの1、2分の間に乗っていってしまった。全日本の選手権に出る選手のバイクも乗せていたので、焦る気持ちがあり、SNS で情報提供を呼びかけました。まあ、そりゃそうだわな。警察が車を発見してくれたので感謝していますが、見つかるまでは勘弁してくれよという気持ちでしたと、話しました。なるほどね。その上で、最初死亡事故かなと思うぐらい激しい事故だったので、最悪のことがなくてほっとしています。めっちゃいい人じゃん、この人。本人たちの怪我も大したことがなくて、よかったですと話していましたということで、この人、何仏かみたいな感じですっげえいい人で、本当に。もう、ヒロシだったらこんなこと目の前で起きたらどうだろう。もう怒り狂うっていうか、どうだろう。でも、なんだろう。逆に怒らないか。うん。いや、この人さ、SNS でもそんな怒ってないんですよ。まあ、これ誰か捕獲してくれって書いてあるじゃないですか。まあ、いや、ちょっとこれいいね。よくはないけど、ちょっとリツイートしておきます。はい、リツイートということで。うん。ね、盗難されたハイエース、これはビゴー、なんかこれなんて書いてあるんだ、ビゴークのロゴ、リアにシェルコ、中にガス新車3台と吉和の勝負パンツ1台、財布など一式、やば、警察はまだ来ん、ね、若者はラリってた感じなので、事故はやめてーって感じで、あ、やっぱラリってたんですね。これもやべえな、これな。まあ、ちょっと、いや、なんだ、よくはないけど、一応ね、いいねをしておきます。うんで、窃盗犯は男2人、女1人、チンピラ風、チンピラ風。1人は頭部に怪我、新東名島田金谷インターチェンジで降りた模様、見かけたら情報お願いします。事故の聴取が済んだので、これから所轄警察で窃盗の聴取です。おまりさん、黒トレ購入検討中とかなんとかで、なんとなく和むということで、何仲間見つけとんねんみたいな、趣味仲間見つけて笑っすみたいなね、なるほどという感じなんだけど、まあ、ハイエース、これですかね。ああ、まあでもこんな、なんか目立つ車だったらすぐ見つかるっていうか、まあもう見つかってるんですけどね。うん。逮捕されたんで、うん。でね、大阪830-2020、ハイエースはまだ見つかりません。島田市内にあるはず。島田市内で3人を職務質問してるけど、全く口を割らない。おまわりさんに紛れ込んで本人確認して回ってるのですが、直接ハイエース返してやーと言えないもどかしさとかなんか書いてありますよね。これ見る限り、この人全然怒ってないっていうか、なんつうんだろう、この SNS を見る限り、なんかそう優しいって言ったら変だけど、なんだろうな、この SNS 上にこう自分の怒りを出さないところにものすごくこの人教養の高さというか器の大きさを伺えるんですけど、ヒロシだったらこれもしかしたらもうガチ切れするんじゃないかとは思ったんだけどね、冷静に考えたら、これね、同じことされたら確かに怒り湧かないかもしれない。こんな目の前で事故が起きて、これ助けてる最中に自分の車が盗まれちゃったっていう。なんつうんだろう。逆にびっくりしすぎて、逆に笑っちゃうかも。何が起きたのみたいな感じで、本当にみたいな感じで、なんかね、現実感がなさそう。実際起こったら。何があったのみたいな感じで。なんか多分ね、ヒロシもね、一体なんだろう、ポカーンとして、もう笑いしか込み上げてこないようなね、感じはしますけどね。いや、わかんないよ、もう実際ムカついてもうカッカカッカしちゃうかもしれないけどね。うん。この方全然ね、怒りを、この自分の怒りをこうツイッター上にこう出さないのはね、すごいな。すごい器の大きさを感じましたね。はい。ハイエースを発見されたのとの方。ね、あ、やった!ハイエース発見されたとの方。状態わかりませんが。事故った、盗んだ、3人の取り調べとかにお付き合いします。鑑識とかあるらしいので長くなりそうです。拡散いただいた皆様、ありがとうございます。ということで、ここでニュースに、今回のニュースに繋がってくるということですね。はい。お疲れ様でございました。でも本当にさ、こんなの高速道路で頑張って助けてさ、もう自分の車パクられちゃったって本当に助けたくなくなるよね。だからどうしよう、助けてるうちにね、自分の車盗まれたらどうしようなんて言って、高速で事故が起きてもこうやって手伝わない人が出てきちゃったら嫌だなってちょっとヒロシは思いますよ。うん。だから正直思うのが、絶対こいつら薬やってますよね。ラリってますよね。こういう発想になんないと思うんですよ。うん。もう絶対なんか盗んで、しかも何をしようとしてたのっていうね、逃げてどうなるつもりだったのかっていうのが本当ヒロシは理解できないんで、まあ多分決まってたんじゃないかな。もうなんかいろんなやばい薬やって決まってたんじゃないかなってね。だって逃げ得できる時代じゃないっていうか、もう時代じゃない、これもう何十年も前でも逃げられないですよ、こんなの。何考えてんだっていうね、もうやりたい放題じゃないですか。うん、だからもう、なんていうのかな、もう本当にね、もう逃げてどうなるつもりだったのかなってね、本当に問いただしたいですね。まあ多分問いただしてもよくわかんないけど、適当になんかもう勝手に多分本能的にやっちゃったんだろうね。もう、まあ頭がラリってたか、ね、まあ奇妙奇天烈な頭の中身、ね、一度はちょっと覗いてみたいなと思いますけど、まあとにかくですね、帰って、ハイエースが無事帰ってきてよかったなと、ね、よかったと、ね。で、あと、その高速でね、本当に困ってる人がいたらね、助けてあげましょうね。うん、なんか自分の車の盗まれたらどうしようとか、わけのわかんないことで心配したくないんで、まあこういうね、あ、こんなことが起こるんだなと思ったんで、今日はね、ちょっと放送させていただきました。ありがとうございました。ということで、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。で、もしね、チャンネル登録のね、していただけるとね、ちょっとこういうニュースまたやっていく励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。で、あと、ツイッター、ひろちゃんツイッターもやってますので、もしよかったら、フォローしてください。ということで、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。